平成18年台風第13号は2006年9月に発生し九州に上陸した台風である。九州に記録的な暴風や竜巻をもたらし激甚災害に指定された。進路図9月10日21時にフィリピン南東沖で発生しアジア名33と命名された。命名国は香港で少女の名前に由来する。なお、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ルイスと命名している。台風は発達しながら、北西へ進み、16日に、中心気圧919ヘクトパスカル、最大風速秒速55メートルの猛烈な勢力となって石垣島付近を通過した後に進路、北東に変え、九州に接近した。 17日時点での中心付近の最大風速は秒速40メートルと強い勢力を維持し、同日18時過ぎに長崎県佐世保市付近に上陸20時過ぎに福岡県福岡市付近から日本海へ進んだ。以後、日本海を北北東に北上し、山口県長門市、萩市の沖、沖諸島付近にかなり接近しながらスピードを上げていった。 石川県輪島市の沖を通過すると、徐々にスピードが落ちて、奥尻島の西から方向を東向きに変更していった。18日6時に温帯低気圧に変わった。また、台風から湿った空気が流れ込んで、前線活動が活発化した影響で、中国、九州地方に大雨をもたらし、 大分県佐伯市構えでは9月16日18時50分までの1時間雨量が122ミ、mm、リメートルを観測した。また、宮崎県延岡市では9月17日に竜巻とみられる突風が発生し、大きな被害を出した。時間は全て日本標準時。日付は全て9月。9月16日に、 沖縄県竹富町入表島で最大瞬間風速秒速69.9メートルを観測した。九州北部では沿岸部を中心に平成3年台風第19号以来の記録的な暴風となり、福岡市で観測史上2位の最大瞬間風速秒速49.0メートル、佐賀市で観測史上3位の最大瞬間風速秒速50.3メートル、 長崎県の野毛崎では観測史上最大の最大風速秒速46メートルを観測した。沖縄県や長崎県、佐賀県、福岡県、大分県、宮崎県などで強風や突風による被害が著しく、保険金支払額は1件の風水害による支払額としては過去7番目の規模の1320億円に達した。台風による人的被害は、 死者9人、行方不明者1人を出した。また、北海道と中国、四国、九州地方で重症35人、軽症413人の被害者を出した。また、住宅被害も中国、九州地方で全壊159棟、半壊514棟の大きな被害が出た。避難勧告は最大で44,348世帯。 10万7625人に及んだ。農業においては、福岡県では、集中豪雨の影響で冠水による被害が出た。また、満潮と強風が重なったため、筑紫平野を中心に、有明海沿岸の広い地域で沿岸が発生し、さらにその後の雨量が少なかったため、大畑の他街路樹や山林にも被害が出た。米については、10月時点の九州の 平均作業指数が過去最低の78となるなど、北部を中心に影響が大きかった。沖縄県、長崎県、佐賀県、福岡県を中心に、最大で約80万世帯で停電し、数日間続いた地域もあったものの、20日までにほぼ全世帯で復旧した。家屋全三十五棟、半壊四十棟。家屋全壊で一時住民三名が、下敷き。 ガラス破損による、怪我人、ドアに挟まれるなどの怪我人相次ぎ、重症者4名、軽症者51名。ありがとうございます。